渡辺実和子は日本のバイオリニスト、中国北京市出身、7歳の頃バイオリンを始める。小学5年生の時、東方学園大学音楽学部付属子供のための音楽教室に入室、中学生になってから住三郎に指示、東方女子高等学校音楽科に入学し、在学中に様々なコンクールで受賞。1957年の高校卒業後、 フルブライト留学生として、カーアーティス音楽院に入学、5年間イヴァンガラミアンに指示。卒業後ヨーロッパに渡り、カール・リヒターのミュンヘン・バッハ管弦楽団に入団。その後ロスアンゼルスへ移り、ネビル・マリナー式のロサンゼルス室内管弦楽団のメンバー及び、ソリストとして9年間活動。 1972年にセコイアクアルテッドのメンバーとなり、同団体は1976年にワルターナウムブルク室内学賞を受賞。現在ジュリアード音楽院の教授であるチェリストのボニー・ハンプトンとピアニストのネイサン・シュワルツと1986年にフランチェスコ・トリオを結成。サンフランシスコを基盤として2002年まで同団体のバイオリニストとしてアメリカ各地で 演奏や録音活動を行い、日本でも演奏した。ミ戸室内管弦楽団を及び斎藤記念、オーケストラ創設以来のメンバーでもある。ロスアンゼルスでは、過去20年間、サウス米室内管弦楽団のコンサートマスターを続けているから、更新の指導にも力を入れている。ありがとうございます。